アビー・リー・カー賞はオーストラリア出身の女性ファッションモデルである。女優としても活動している。数年のファッションウィークでの活躍後、2011年にファッション雑誌 V が彼女をスーパーモデルと称した。幼少期は体が弱いのと木登りの怪我などで入退院を繰り返していた。2004年にモデル発掘イベントで優勝。表紙を 飾りモデルデビューする。早期に、NY に渡り4台コレクションにも参加して、頭角を表紙プラダやラガーフェルドに気に入られていく。2008年、ロダルテのショーでつまずき倒れ、3週間後には、ぴったりした皮残るセットを1時間も着たために、アレキサンダー・マック・イーンのショーで気絶する。関節鏡検査で骨断片が見られた。そのため、人体損傷があり、痛みを無視しても、 かろうじて歩くことができる状態だった2009年春夏のショーは非常に難しかったので12月にオーストラリアに帰った時人体を抜いてもらわなければならなかった。これにより2009年は休業を余儀なくされる。またその後2012年に左膝に詳細な手術を受ける。当時の年2回のファッションウィークニューヨーク、ロンドン、ミラノとパリ中のスプレッドは 特に厳しかった。6週間のランウェイのために午前6時には呼び出され、しばしば午前3時までかかることもある。モデルは通路や化粧椅子、床の上で眠ることになる。かつて人生でこれほどまで一生懸命に働いたことはなかった。パリに着く頃にはかろうじて目を開くことができるという状態。皮膚はスータの化粧でヒリヒリと赤く腫れ、頭皮は痛み。 空腹と疲労感で体はボロボロになる。それでも休業している間離れた喧騒は恋しかった。右へ、リックス2とロブ2その他、左ロブごとへ、リックス2、左のストリルとセップタム、右ニップル、ナベルトを。ファーストタトゥーは16、7歳の時で右のかかとの内側に双子座のマーク。右手中指に、フクロウの顔、中指と、 人差し指の間にピースマーク、手首内側に姉妹の名前、バラと茎、腕に水色のレタリング、左人差し指にインデックス、中指に縦4点、手首にウルフとマットマックスのワイブスで入れた3点三角、内側の肘下にワンポイント、下唇の内側にトゥルース、右耳裏に黒いひし形の中に赤いハート、うなじに羽、ね、左耳裏に黒筋水色の三連星。 両鎖骨の中央に縦3点その他白インクや隠しているもの等々小さなものだが約20点ほど彫っているスータのピアスとタトゥーを持ち道リー系と呼ばれるもパンクやモードな表情も持つ巻キタバコやマールボロゴールドを愛演 12SS 以降 FW シーズンをアナスイアレキサンダー1を最後にイブサンローランや DKNY 等の香水キャンペーンやアドを モデル業の主とする1 5 s s 9ゴボスのキャンペーンをた縁で久しぶりにランウェイを歩きオープンを務めた2015年アメリカのグリーンカードを獲得マッドマックスイカリのデスロードを皮切りに本格的に演技を始める2015年から2016年にかけてエジプトの神々の戦いを描いたキング・オブ・エジプトモデル業界がベースのサイコホラー ネオン・デーモンの公開、地震初のコメディ、クレイジー・パーティー、スティーブン・キング原作のダークタワー2作の出演が決まっている。2019年、エリザベス・エクスペリメント日本公開。他、ストレンジャー以外からの訪問者等の世界的に宣伝される作品の撮影、公開の合間には、ルーベン・ギャスリー、スノーバード、モーター・ギャング、マーベリックといった、 短編映画やオーストラリアのドラマ等、積極的に出演している。2020年は新たに HBO が作成するドラマシリーズ、ラベクラフトカントリー出演が決定した。オーストラリアで8月に放送される。8月24日関連するインタビューと、アビースタイルがカーショーによるモデルと撮影でアップされた。レザーのミドルブーツやジャケット、フープピアスが、 近年のアイテムで2000年代はヴィンテージや古着等を好んでいたが近年はより上質なもの少々洗練されたものを好みレザーのミドルブーツやジャケットフープピアスがメインといった2004年ガールフレンド氏がカバーガールを選出するためのオーストラリアコンテストを開き優勝表紙を飾る高校卒業の後2005年にマザーエージェンシーとなる シックマネージメントと契約、シドニーに移りモデル活動を始める。2007年に国外拠点となる、ネクストマネージメントと契約、モデルズドッ c o m では、ネクストスーパースターに乗った。ナイフは2008年で、ランウェイデビュー。この年、ニューヨーク FW では、ロードルテのクローズ、ミラノ FW では、グッチブックスのエクスクルーシブを飾り、ビクトリアズ・シークレッツショーに出た。グッチ。 ドルチェガッパーナ、クロエ、ラルフ・ローレン、フェンディ、カルバン・クライン、イブ・サン・ローランのスモーキング・ジャケットなど様々なブランドの広告を務める人気モデル。2010年からはシャネルの顔を務めている。右与曲折を経て2015年公開で2012年制作のバイオレンス・アクション映画マットマックスシリーズの4作目、マットマックス・イカリのデス・ロードへ5人の妻たちの1人。 ザ・ダグ役で出演が決まり、映画俳優デビューを果たすこととなった。神話ファンタジー、キング・オブ・エジプトに、うがりと神話を起源とする、高戦的な気象の愛と戦い、また、狩猟や、法上の女神アナトガミとして出演している。ネオンデーモンでは、モデル業界を元にしたホラー映画で、主演は、若手女優、エル・ファニング。感傷は、美ート終焉の世界に囚われる。 若手モデル集団のリーダー、サラを演じる。2016年、オーストラリアのクライムドラマ、モーターギャングを撮影、2017年公開。スティーブン・キングの原作小説、ダークタワーの映画化と、ジェニファー・アニストン、ジェイソン・ベートマン共演のコメディ、クレイジー・パーティーへの出演が決定。その他、ケンゾーのショートムービー、スノーバードにも出演。2016年7月7日、 ジャスティン・ケリー監督のタイトル未定の新作で、ケーレ・ブランドリー・ジョーンズと共演すると報じられ、後に、ウェルカム・ザ・ストレンジャーと題されたポスターが披露された。また2018年には、マーベリックの予告編も披露された。2018年11月30日から翌年1月12日まで、ロンドンのハンプステッドシアターで、ロシア文学アントン・チェイホフのワーニャ・おじさんの舞台で、エレーナ役。 ありがとうございます。